い、それでは試乗行きます。はい、ということでですね、いきなりスタートしましたけど、今日はトライアンフのタイガースポーツ660ですね。これにやっと試乗することができました。じゃあ短い試乗コースですけど、ちょっと行ってみましょうかね。いきなり信号待ちになりました。シンプルな液晶メーターですよね。なんかもう必要最低限って感じですよ。やっぱりアドベンチャーモデルなんでね、忍者1000と比べるとだいぶアップライトな感じで、ハンドルもバーハンドルで結構、まあこれも忍戦との比較なんですけど幅広ですよね。はい、今ちょっとレインモードにしてますんで、出だしがちょっとそんなにパワー出ないですね。まあ 660cc なんでトルク的にはね、リッタークラスとは全然違うとは思うんですけど、ちなみにここレインモードですね。今レインモードでおとなしく走ってます。やっぱりこれ3発でね、ミドルクラスなんで、この2000回転ぐらいじゃあまりトルクはないって感じですよね。うん、そうですね、やっぱり5000回転以上回さないとトルクが出ないですね。まあ逆に街乗りでもスムーズですよね、これぐらいの排気量の方が。あ、結構元気いいですね、やっぱね。ちょっと前にスクーターが走ってるんであれですけど、あ、ここ40キロの道なんであんまりスピード出せないですけどね。まあ、やっぱ将来的にはこういうバイクが楽でいいかもしれないですね。でこれフロントが 17インチなんで、まあ、あのホイールの大きい19とか21じゃないんで、多分ワインディングもそれなりにね走れると思うんでね。試乗コースがねあんまり長くないんでね、あっという間に終わっちゃうかもしれないですけど、まあ、できるだけ、伝えられることは伝えようと思いますね。これオプション何もついてないんでね、本当はクイックシフターとかオプション設定のやつ試したいんですけど、うん、ちょっとそこまではいかないですね。ポジションは本当いいですね、楽で乗りやすいです。で問題は足つきですよね。でこれね、あのローシートついてて、かろうじて、この私身長162センチなんですけど、かろうじて両足つくって感じですね、ローシートにして。でこのローシートね、ただアンク抜きが結構されてる割には角がそのまま立ってて、だから薄い割には足つきが良くなってない感じがしますよね。もうちょっとなんていうのかな、厚みを残して角を削ったような形にしてほしいっちゃしてほしいですよね。だから純正シートだともうこれなんで、これが気に入らないで足つき改善したい場合はどっかのシート屋さんに頼むか、も
もしくはどうなんだろう、これローダウンキットがあるのかどうかわかんないですけど、その辺で対応するしかないですね。まあ、とりあえず私この車両はノーマルシートでは足つきが本当片足になっちゃうんで、まあ乗れないことはないと思いますけど、まさかのことを考えるとね、立ちこけとかそれはちょっと厳しいですね。これって 660cc の3気筒ですね、水冷ツインカムのトライデントと全く同じエンジンだと思うんですけど、まあ、トライデントはちょっと試乗したことないですけど、まあ、これ200キロちょっと超える車重だと思うんですけど、パワー的には全然問題ないし、まあ、こう曲がったりするのも軽いですね。とっても軽い感じがしますね。うん、この辺ちょっと濡れてるんであんまり。で今レインモードにしてるんで、ここをちょっと一回押すとロードになって、でこの上のところを押すと確定ってなるようなんで、これで多分、はい、ロードモードになりました。で残念ながらこのモードね、しばらくすると消えちゃうんですよ。表示があんまりね、たくさんできないみたいで、はい、あーやっぱ、あ、全然違うな、さっきと。ロードモードにするとかなり下からトルクが出ますね。ああ、なるほどなるほど。これ多分ロードモードでしか走んないと思うな、これだと。レインはちょっと下がたるかったですね。だよっぽどスリッピーな路面じゃないとレインは使わないですね。ロードモードがいいですね。ほら回転がやっぱバッとやっぱ来ますね、ロードモードの方が。であとね、ブレーキもよく効くしね、全然問題ないですね。乗りやすいですね。でこのエグゾーストがね、自分の知ってる675エンジンとはもう似て非なるもので、全然この音も違いますよね。昔のヒュンヒュンっていうあの音はもう全然ないですね。うん、全然ないし、なんかもうちょっと荒っぽい音しますよね。まあ、さほど振動はないと思うんですけど、まあないんだけど、音がね、割とガリガリした音で、まあ、自分は昔の675のヒュンヒュンした音の方が全然好きですよ、やっぱり。いやでもこれ値段によってはありですね、十分ですね。まあ素で110何万だったと思いますけど、まあ、オプションいっぱいつけちゃうと結構高くなっちゃいそうなんでね、どの辺までオプション我慢できるかですよね、これで。で多分これね、まあ、電スロでクイックシフター上下あるんですけど、クルーズコントロールはなさそうですね。まあ、あとこれグリップヒーターとか ETC とか全部オプションなんで、これ今素の状態の試乗車なんですけど、何もついてないですよ、そういう、まあ、贅沢装備っていうか、なんていうんですかね。なので、あ、結構回転上げるとバッてきますよ。やっぱ3気筒で元気いいですよね、これ。だからね、なんていうの、
トライデントの方が軽いから、あっち乗ったことないですけどね、このエンジン自体を楽しむんだったらトライデントの方が面白いかもしれないですね。ただあのおっさんがね、あのこう楽に乗りたい、たまにちょっとね、ワインディングとかでちょっと走りたいっていう感じだと、まあ、こっちですかね。ということで試乗はこれにて終わりです。もう到着しました。はい、それではどうもありがとうございました。終了です。ローシートこんな感じですね。ここ低いんですけどすごい角が立ってんですよね。そこがちょっと辛いところですけど、これスクリーンはなんか動きそうですけどね。もう少し使ってくると馴染んでると思うんですけど、ちょっと高い、ちょっと硬めですね。はい。あ、これも試乗できるんだ。ロケット3とかね。